はい、ういこれやっていきたいと思います。今日はねガチャ券が期限、もうちょっとなので引いていこうと思うんですけども、狙うはね3トップの真ん中、のフォワードですね、がちょっと欲しいかなというところで、そこをね狙っていこうと思っております。今はねこの一番最初にもらったロナウドをね真ん中に入れてるので、まあ、できればねレギュラーのロナウドとか来たらすごく嬉しいですね。はい、ということで、引いていく内容なんですけども、まあ、大体星5、まあ、10% だったり 30%、 あとは星5確定が今日はね、2枚ほど引こうかな。通常の星5 と、ナショナルシリーズの星5っていう感じですね。はい、じゃあまず最初は、まあ上から8枚引こうと思うので星4以上をねまず2枚引いていこうと思います。尋常の瞬間、さあ行きましょうか。これ金は流れてきたりするのかな。はい、稀に来るのか。はい、じゃあ行きます。はい、さあまあ星4に関してはね特にまあないと思うんでね、まあ、サクサクと引いていこうかなと思います。はい、はい、もう一回星4行きましょう。はい、あー金が流れて、おー惜しい惜しい、隣でしたね。はい、さあ誰でしょうか。はい、はい、ということで次は星5、10% ですかね、行きましょうか。はい、さあ 10% なんでね結構厳しいですね。はい、行きましょう。運が良ければ、あ残念。はい、しばらく星4が続きそうですね。さあ、はい、さあもう一度ね、10% 行きましょう。 10% はあと2つかな。はい、さあ行け、金を蹴ってくれない。うん、残念。さあ次は誰でしょうか。はい、はい、まあ、売却がね続きますね。はい、そしたら、どれだっけ、あれ何回引いたっけ、ちょっと忘れちゃいましたね。次 30% かで 30% 引いて、星5星5で終わりにしようかなと思います。じゃあ 30% いきましょう。金を蹴ってくれない、残念。今回は、確率的には全部ね引いてくれなかったというところで、まあ確定のみ星5ですね。じゃあどうしようかな。通常星5からいきますか。はい、尋常の瞬間、さあ金旗でもないですね。はい、じゃあ行きましょう。さあ誰でしょうか。まあ戦力になるようなね選手が来てくれれば嬉しいんですけど、さあ、98か。はい、はい、レバークーゼンの選手ですね。エンジェルパステクニカルドリブル、うーん、なるほど。はい、まあちょっと使わないかな。はい、じゃあラスト、ナショナルシリーズ星5確定ガチャいきましょう。はい、はい、金旗もなし。じゃあいきましょう。さあどうか。96、うん、はい、イタリア、ベロッティ、まあ中央のねセンターフォワードではあるけど、ハイコントロールシュート豪華ヘッド、ちょっと厳しいですね。はい、残念。ということでね今回はこちらで終わろうかなと思います。